吉宗評判記暴れん坊将軍。その頃吉宗は正二位右大臣征夷大将軍として古来伝統のあまたの儀式をつつがなくやり終えたが、その後に控えているのは家臣の祝いを受ける行事であった。新年のお喜びを申し上げ奉りまする。うん、めでたい。元日は紀伊尾張水戸の御三家と引き続いて譜代の各大名、二日は外様大名、薩摩の神にございます。新たまの年の初めを御迎え、お喜びを権上つかまつります。うん、めでたい。加賀の神にございます。新たまのめでたき新年をことほぎ、徳川家師匠よろずよの栄誉を慎みてお喜び申し上げ奉てまつりまする。うん、めでたい。かますかぞ雲のかよいじすきたちよ、乙女の姿しばきとどめ、浜津風の こら黙れ。お前らバカだな。しかしカルタつのはね、紙の句を聞いて下の句で取るんだよ。だから乙女の姿しばしとどめんつの取ればいいんじゃろ。乙女の姿、乙女おかみさんのは中年女でしょ。豊島の姿にしばしそんな感じじゃないわけないじゃないか。お前でもなんとか言っとくれよ、一緒になって。いや、ケンズ、本当に全くその通りのこと言うんだもんよ。だって、ババアなんて言われたらね、お前じゃもうおしまいだぞ。ほら、なんだよ、お前ら、喧嘩ばっかりしてるこの人。言うさねば、かどたの女ば、こずらば、足のまろやに、あきかぜぞーく。メロディがアーだな。あんこのあ、安倍川のあ、ちょっと待って、なんだお前ら、安倍川だとかあんこだとか、もっと色気のあるあって言えないのかよ。例えばあなたのあーとかよ、あいびきのあーとか。おめえらじゃ縁のねえ言葉だな。こちらはまだ終わらない。3日は大名の着手、慎んでお祝い申し上げます。うん、めでたい。そしてこの後に旗本八幡忌が続くのである。相手変われど主変わらず、全く気の遠くなるような仕事であった。
ああ、痛い。いい、さぞ疲れたろ。はい。もう生も根も尽き果てました。いやしかし、じいより上様こそ。俺は疲れません。まだ若いからな。ただ退屈で困っただけだ。そうだ、じい、肩を揉んでやろう。いやあ、めっそうもない。上様にそのようなことして。遠慮することはないのだ。いや上様に肩を揉んでいただくなんて、長生きをしてようございました。なに、礼なんということはない。その代わり、後を頼んだぞ。では、敵は本能寺だったんでござりまするか。その通りだ。じゃあ、行ってくるぞ。やっぱり町の正月はいいな。なんだ、お前たちか。明けまして、おめでとうございます。小遣い稼ぎしようと思ったんですよね。こいつと来たら女の子ばっかりからかいがね。嫉妬症かなんだよ。何言ってんだよ。それは兄貴の方じゃないかよ。違いますよ、足じゃないですよ。なんだなんだ、やつら正月早々キスかやがって。望月三四郎と旧千代馬だ。おう、来てくれたか。お連れですまん。あきなったのはこれだけか。そうだ、年寄り連中は受け止めだ。よし、我々だけで立ち上がろう。奉行所の腐敗を追求し、改革を求めるのだ。うん、やろう。よし、やろう。いらっしゃいませ。さあ、お座敷の方へどうぞ。父ちゃん、うまかったね。また来ようよ。おう、また今度な。ちょっと、もうたびたびは来られないよ。今日は正月だから特別なんだよ。まだ決まんねえ。帰るわ。今日は正月だからか。つつましい庶民の暮らしがここにある。さあさあ、旦那、よく焼けるね。俺は今年から酒は断つんだよ。誰が何だってんだ。金ならいくらでもあんじゃ。バイスナイスカーズ、やっぱり何じゃ。なんだこの野郎。俺を見合ってニヤニヤニヤしあってこのトレルリスト。に困りますよ、お客さん。何が困りますか。詐欺はねえやから詐欺もすごい。俺はとっとやったのな。怖いもんなんかねえぞ。いやでも鉄砲でも持ってこいっつうな。おい、詐欺さん、うん、俺はもうダメだ。えらいことしてしまった。車がいろどもいろバカ野郎、なんでこんなこと言ったんだ。おいおい、大丈夫か。おい、ちょっと待て。食い逃げですよ。食い逃げ。おいおい、食い逃げじゃないぞ。そうそう、どうもありがとうございました。おい、待て、待たんか。大丈夫か。なぜ逃げる。すいません、私が悪かったんです。すいまなさしてしまって。待て待て、一体何のことだ。さっぱりわからんな。ほら、お前が逃げるから追ってきただけだ。
私を捕まえに来たのではないのですか。俺は役人じゃない。たまたまあの店に入って、いや、いわばただの風来坊だ。だが訳を聞きたい。どうせ私のやることだ。うまくいくはずがない。誰かに聞いてもらった方がさっぱりするのかもしれない、頭を冷やさない。私は勘定奉行所に勤め、80石の富士を頂戴している下っ端役人でございます。休まず遅刻せず25年間働き鉢のように働いてまいりました。世間の人は私のことを真面目一本な堅物だと言っております。自分もそう思ってますよ。酒もやらず、タバコも飲まず、博打は大嫌い。もちろん浮気一つしたことありません。その私が役所の金を300両持ち逃げしたんでございます。役所の金を？自分でもわからないんです。夢を見てるようで信じられないんです。夢じゃない証拠にここにその金があるんです。公金持ち逃げは重罪だが、今ならまだ何とかなるかもしれんな。今までに使った金は？13両2分1週。13両2分1週？そうなんです。思い切って太く短く清水の舞台から目つぶって飛び降りたつもりで、命の縮むような思いしてやったの。5日間で使った金がたったの13両2分1週。ダメな男です。よし、その13両二部衆、私が出してやろう。え、あんた、なんて見ず知らずのあんたの。お主は悪いことのできる人ではない。ほんの出来心だったんだ。そのために25年もの苦労を棒に振るのは気の毒だ。それに今頃はおかみさんもさぞ心配してるだろう。私は南町奉行大岡忠相だ。熊谷氏のお内儀ですか。はい、あいにく主人は留守でございますが。おう、留守。大晦日から戻りません。そうですか。それはさぞご心配でしょうな。いいえ、帰ってせいせいいたします。おそらく上州あたりの大官所へ出張しているのでしょう。出張すればわずかでもお手当がつきますし。そんなもんですか。亭主などというものはきちんきちんと運ぶものさえ運んでくれれば。まさかあの人に浮気などする解消もないし実は言いにくいことだが、奉行所で公金を持ち逃げした者がいて、もしやそれが。
うちの人だとおっしゃるんですか？それならいいんですけどね。え？あの人にそんな度胸があったら今頃はもっと出世して私は左内輪で暮らしてますよ。公金横領だなんてそんな大それたことできる道理がございませんよ。そんなことまで言いましたか。私も男です。こうなったらいつでも家へは帰りません。頭、聞いての通りだ。正月早々厄介を持ち込んですまんが、ここは一つ年の功で頭の知恵を借りたい。じいさん、それないでしょ、年の功っつうのは。それはね、こちらの旦那とはもうそこそこですけど。いいでしょ、わかりました。ね、まあ、お互いにおっかねえ女房の尻に敷かれている同病愛哀れむ仲間同士として構わないですよ。いいでしょ。なんだって、私のどこがおっかねえ女房なんだよ。私がいつお前さんのこと尻に敷いた、尻に敷くっていうのはね、こうやるんだよ。小学生の酔っ払いすぎたらよ。そう、とにかく決勝前で調子が落ちてんだよ。お互いに苦労しますな。なんだって。なんでもないよ。うん、向いてる。とにかく金を返すのが先決ですな。言ってくれるか。ええ、まあ、なんとかやっつけてみましょう。すまんことです。それじゃ新さん、行ってきます。ああ、ね、どうぞ。いやいや、私までご馳走になるなんて。誰もあんたに食べてくれって言ってませんよ。いや、そりゃそうでしょう。当然です。では、暫時台所の方でも。あったあった。固く逃すなって、これ入る。固く逃すなってね。いやいやいや。おさん、やらねえかい。とんでもない。影元なんて身を滅ぼす元です。昨日ね、カルタ取りしたんです。新さんは上手なの？いや、やったことはない。そうか、カルタ取りか。で、誰が勝ったんだ？できるのはおまんちゃんだけなんだよ。うちの人なんかもう、えばってるだけで一番も取れないんだから。頭らしいな。今頃きっとくしゃみしてるわ。あの人大丈夫かしら？あんな大金持って出かけてって。女の人のとこなんか行ったらしょっちゅうだから。お兄ちゃんに限ってそんなことあるもんですか。男は信用できないよ。あんな鼻の穴してたってすぐに置けないんだから。そりゃないだろう。いや、でももしかしたら。ごめん。どうであった。奉行所の刷新を図るなどと称して過激な奴らが密かに会合を持つというのは事実か。愛宕神社の境内に集まったのは若手の下級侍ばかり5人。いや、死者を入れて6人。死者？1人は切りました、見せしめのために。そうか、やむを得まい。ところでもう一つ厄介なことが起こった。と言いますと？300両の金が紛失した。公の帳簿とは別勘定のわしの名で封印した金だ。万一あの金のことが露見すればお奉行とわしの首が飛ぶことになる。申し上げます、無事大使の以下ご命のまねはお見通りよと。あの連中です。官庁奉行所で不正が行われていることご存知ですか。我々の出張旅費、居残りの食事代などが大幅に水増しされ、それが偽りの裏帳簿の捜査によって。黙れ。根も葉もない作り事だ。一体どこに証拠がある。お奉行直々の封印のある裏金を見た者があります。貴様らはこのわしを落とし入れようとするのか。それは謀反だぞ。お奉行、
わらわらは今こそ襟を正す時です。黙れ黙れ、こちらを人で行こう。何、め組の頭が。あの者どもも始末しなければなりませんな。火消しの頭が折り入っての用途は何だ。いや、そう改まってもらっちゃ困るんですよね。あの、内緒でしょ。早く言わんか。大きな声出さないでくださいよ。金持ってきてるんですけどね。何、だからそのこっそりつってるでしょ。いや、こちらの役所の金300両つい出来心で持ち出したっていう人がいるんですよ。あの、名前は一つ勘弁しておくなさい。本人もかなり後悔してますんでね。で、あの、そこのところなんとか穏便にね、元のところへこのお金を返せたら、この誰も傷つかねえで丸く収まるんじゃねえかと私はそう思いましてね。これがその300両ですよ。貴様何か勘違いをしておるな。当役所にはそんな心当たりはない。そんなバカな。だって持ち出した本人がこうやって持ち逃げとか使い込みとかそんな事実は一切ない。当役所には関わりないことだ。帰れ。旦那、そんなこと言ったじゃねえ。うるさい。おい、一体どうなってんだかさっぱり分かんねえよ。待て、辰五郎か。はよ出せ。新さん、あぶねえところありがとうございました。いや、危ないことを頼んだのはこの俺だ。だが間に合ってよかった。ねえ新さん、ところでこの金なんですけどね、これどこ行きゃいいんです。向こうを引き取らんといいのか。嫌なんですよ。妙なことになったな。これ何か曰くがありそうだな。どうなんでしょうかね。お帰りなされませ。ああ、ついうとうとと夢を見ておりまして。どんな夢だ。はい実に楽しい夢でございました。お小さい上様が町でタコをあげておられました。で、そのタコがいつの間にかじいの姿になりましてな、空高く舞い上がりましてさて、やがて落ちたところが女湯の中。呆れたもんだ。だがいくつになっても気持ちだけは若いな。さようでございますとも。人間色気を失ったらもうおしまいでございますからな。上様、申し上げたいことが。申せ。勘定奉行所の若侍が一人殺されました。何？他に5人の若者が奉行所の不正を内部から告発するために立ち上がったのですが、証拠がつかめず苦しい立場に。そうか、若者たちがの。はあ。不正の証拠とは？勘定奉行の名で封印をした裏金があるはずとか。あの300両がそれだったのか。強情のやつだよ。何としてもここを脱出せねば。
の金を持ち出したのはあいつらではなさそうです。だが嗅ぎ回られては面倒、切りますか。まだあれを。わっしょい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 、カズサーやで宴会だ。わっしょい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 、日本一の料理屋だ。わっしょいわっしょい、カレーは300両大盤振る舞いだ。それわっしょい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 、めぐみの連中が関西で宴会を。その中に熊谷六兵衛がおります。熊谷六兵衛、あのヒルアンドンの無能でクソ真面目の六兵衛か。しかしあれだな、考えておれよ、男なんつうかこの大なり小なら大体おめえと似たようなもんだ。まあ仕事に追い回されたろくな遊びもしねえでよ。ほんとに女房にあったらがっちりこう逃げられてたよお前。その通りなんだ。その感じが私はね、何のために生きてきたかっていうのはもうそれと同じ。わかるよ、お前な、お前その25年間こう変わりたまった不満が一気に吹き出しちまったんだ。そうだろ。一生のうち一度だよ。ほら、上役にもだ。ほら、女房にもだよ。上場氏の自分自身にもだ。なあ、こんなんか、無法を起こしたんだよ。そうだろ。楽しいか。世の中にこんな面白いとこあるなんて拾わなかった。本心そう思うか。自分で働いた感じこんなに後から Oh, my God.
ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、乱暴すんだよ、お前。これな、六兵衛さんのおかげなんだからね。何が六兵衛さんだよ。そんなこと言ったってごまかされないよ。あんな借りてきた猫みたいな人がそんなことするわけないじゃないか。それがするのな、だから世の中怖いんだよな。だからな、これには深いわけがあるんだよ。何が深いわけだよ。何でもいいから、ほら、もう早く帰ろうよ。ちょっと待て、そうはいかねえな。こんなお前、C さんがそうしろって言うんだから、しょうがねえじゃない。C さんがこんなバカなことするわけないわよ。うざいこの野郎、こんな子供に分かるわけねえじゃねえか。ねえ、C さん。あれね、C さんいねえじゃねえか、おい。C さんなんかいやしないじゃないか。何が女子供よ。うざいこの、今いたんだよ、ここに。手はず通り完了しました。そうか、ご苦労。こちらへ向かっています。やめろよ。私だってね、毎日毎日ね、こんな体の悪い連中のご飯の支度してね、やってらんないよ、こいつに。お姉ちゃん、体に毒よ。おかみさん。酒でも飲まなきゃやってらんないわよ。ちょっと、お前ちゃん、私も踊るからね。出世して正直もあいつもバカを見て一生うだつが上がらねえんだ。そりゃバカじゃねえわ。なあ、おいおい、世の中どっか間違ってんだ。かまじょうについて貴様泥棒のくせに。俺が泥棒ならな、あんたたちは百姓の年号をかすめる大泥棒じゃねえか。おのれ許さぬ、キリキリ。よし、この野郎、おう喧嘩かい、上等だ、お前ら撃ってこい。沈まれ。何がする天に代わって貴様の非道を凝らさんとする者。おのれ、きれい。今頃奉行所は空き家同然、貴様らにとって見られて困るものはないのか。何定めし盗人が宝の山を見つけているだろう。
辰五郎とやらご苦労であった。へい。熊谷六兵衛、一緒についてこい。裏帳簿はすべて押さえた。ここにある。熊谷六兵衛が持ち出した300両、貴様の封印のある裏金だ。それもここにある。何者だ。ほっ、ふん、上様、上様、さらに今一つ正義の若者たちの証言。この三つが揃えば貴様ももはや言い逃れはできまい。勘定奉行須藤景井、五千石の功録をはみながら、なおその上にさまざまな手段を用いて闇の給与で出府を肥やす。その一、架空の出張旅費。その二、奉行所経費の水増し。その三、役人の数のごまかし。すべて明白である。かくなる上は出会え、出会え！キレイ！キレイ！キレイ！お前は奉行所粛清のために立ち上がったのであろう。さっきそう申したではないか。あれは酔ったはずみで、つい。いや、まだ酔ったつもりでやれ。はい。せめてものお情け、武士らしく切腹させてくださいませ。切腹などとかっこいいことを申すな。悪い癖だ。罪は罪だが、その方がなしたる行為により図らずも巨悪を摘発する手がかりを得たことは褒めてやらねばなるまいな。上様。六兵衛、人にはそれぞれ似合った役どころというものがある。お前は所詮悪人にはなれない男だ。太く短くなどと考えずに、細く長く辛抱して励め。いいな。
スだぞ。どなた？こちら熊谷六兵衛の宅ですが。ご主人様が。銀、今帰ったぞ。あなた遅かったじゃないの。その格好。いろいろなこともあってな。あなた旅先で悪いものでも食べておかしくなったんじゃないんですか。黙れ。兵士に向かって何たる口を聞くか。わしは十国のご加増をいただいて九十国になったんだ。十国のご加増。これが中元だ。新作でございますだ。まあさようでございましたか。みんな父上のお帰りですよ。お帰りなさいませ。父上お帰りなさいませ。上がるぞ。勘定奉行須藤景湯は切腹、浪人兵道一角は獄門、以下それぞれの刑が決まり、吉宗は直ちに官僚機構の刷新に乗り出した。5人の若者が加増を受け重く用いられたのは言うまでもない。いや上様、いいお正月でございましたな。今年もまたいろんなことが起こるだろうが、力いっぱい暴れるぞ。俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて、決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は。お藤さんとは古い知り合いで。しかし店を持たしたり身内の世話までするのは何か深い事情があるはずだ。お藤さんの死んだ亭主というのは鉄五郎という人で、足と鉄さんとは義兄弟の仲でした。鉄だったね。子供を鉄しかせ。船宿で下働きをしていたんですけど、もうどうにもならなくなってしまう。お金が欲しい。お金さえあればと。その、しつけをかばう気か。しつけはお前たちではないのか。鳥溝は自由やも。貴様のような奴は人間のクズだ。次回、炎の海に虹を見た。どうぞご期待ください。